三好元朝は、戦国時代の阿波国の武将、細川晴元に仕え、その偏記を与えられて、元朝と名乗る。父に関しては、三好長秀という説が有力であるが、祖父で長秀の父、三好こ長の子という説もある。本来ならばこれ朝の後継者だった長秀が早くに、戦死したため、これ朝が元朝を長秀の養子にしたという説もある。文紀元年。 誕生。永昇17年、三好氏の総帥であった、野町は、細川高国に敗れた際に処刑されており、その聖子であった長秀はそれ以前に戦死していた。このため、これ町の直刑であった元長が、三好氏の新たな総帥となったものの、高国への反撃に出られぬまま和国において、これ町が擁立していた主筋である、細川住本の維持、六郎と共に筆足していた。 将軍に帰り咲かせた足利義種との仲互いに陥ったものの、新将軍に足利義春を据えることでなおも盤石を保った高国の独裁政権であったが、大英六年七月に細川院剣の残言で、香西元盛を中殺したことからほころびを見せた。いわれのない上位打ちに元盛の兄弟、畑野元清と柳本賢治が丹波国で造反し、 高国の政権は、鎮定に失敗、軍事力の弱さを露呈したのである。これを後期と捉えた元長たちは、同年10月に、阿波国で拒兵。足利義綱を用して、広告軍に挑む主君、細川六郎を助けて、機内まで進軍して、常年。高国に造反した、旗の軍との交流を果たすと、大英7年3月には、高国と吉原の連合軍と激突し、 これを撃破。高国たちを大見国へ追放し、立場を逆転させた。さらに、遁争により政治機能を喪失した、高国政権に代わるべく、堺井久保の樹立に貢献。同年11月19日には、大見国の六角貞頼と越前国の朝倉、高市的らの火星を得て、堺井久保派の駆逐を期する広告軍を、桂川周辺の泉城寺で撃退。 細川六郎による新たな機内支配体制を確立させるべく尽力した。大英8年7月、それまでの功績により山城守護大に任じられたが、翌協力2年には新たに同僚となった柳本賢治、松井宗信らと倹悪な状態となったため、阿波国に失足する。その間、伊勢国の北畑春ァに加え張り守護大、浦上村宗の火星をようやく得て、 再挙兵した細川高国軍が中央進出のための地固めとして、張馬国内の各地を転戦、勝利を重ねていた。その張馬国へ迎撃に派遣された柳本賢治を、協力3年6月の休止で失うと、高国と村宗の連合軍には8月に、摂津への侵攻を許すなど、元町不在の堺久保派は、戦局が悪くなり、ついには、 薬師寺国森のような広告軍に降伏する者が現れるなど、窮地に追い込まれつつあった。協力4年2月、細川六郎の懇願によって、元町は復帰するも、事態は逼迫していた。張馬国からの転戦で進撃を見せてきた細川高国と浦上村宗の連合軍に苦戦したために、翌3月には、堺久保派で河内国からの侵山 貴様長政が慶の防備を放棄し、撤退したため、広告軍の京都奪還を許してしまう。目障りな堺久望を討滅せんと、行き盛んな広告軍に、摂津南部まで迫られた窮地に際し、阿波国からの援軍発戦を得て、広告軍の先方に攻撃をした。しかし援軍を加えたとはいえ、堺に鎮座する、足利義綱を守るための戦力を半数以上も、咲かねばならぬため、 広告軍と真っ向から退治するには少なく、元町の手腕に依存するところが大きかった。選挙区は、戦線の硬着化を招いた。そして同年6月、広告軍の増援として現れた、赤松正助の裏切りにより事態は進展し、広告軍を壊滅させた。急敵、細川高国の倒滅という目標を達成した境、久保派ではあったが、その内部では、 以後の方針をめぐって、不協和音が生じ出した。現職の足利義治から将軍職を剥奪し、自分たちが要する足利義綱を新将軍に据えさえすれば、細川六郎の境幕府は公認されるという中で、主君の六郎があろうことか、松井宗信の勧めによって義治との和睦を推し進めようとしたのである。堺幕府の放棄にも等しい細川六郎の、 決断には、河内国の畠山義隆と共に反対したが、聞き入れてもらえなかったばかりか、かえって大きな溝を作ってしまう。これまでの功績が災いしたのか、六郎からは、その存在を危険視されてゆく。しかも、六郎の敗下としての有望な地位を狙う貴様は、長政や元町の失脚を願う一門で十王子の三吉、政ながらの動きもあって、その溝は一段と深まった。 さらに、元町自身も失策を犯していた。京都三条城にこもっていた、柳本仁次郎を、協力5年1月22日に、阿波軍を率いて倒滅させてしまうと、細川六郎の怒りを恐れて出家、海運とこうした。阿波守を、細川持高による六郎との関係修復の取りなしも成功せず、主従関係を一段と悪化させた。飯森山次郎の模型。 大東市歴史民俗資料館所蔵をやがて、木沢長政の存在で立場を悪くしていった元町は、同じく、木沢長政の下国城を警戒する、畠山義高と結託。義高による上位打ちを支援する形で、同年8月には、長政の居城、飯森山城を行為した。細川高国当滅からわずか2ヶ月という境、久保派の内は揉めであったが、 木沢長政を擁護しようとする細川六郎からの撤兵要請もあって、元長は一度は兵を退いた。しかし、長政の野心を危険視する畠山義隆は、協力6年5月、飯森山次郎を再行為。元長も遅れて支援に加わった。この時も主筋の細川六郎が長政を擁護する姿勢を見せていたが、それにも構わず飯森山次郎の方をし続けたため、 木沢長政は不利な状況に陥った。元町の墓、天文の桜も参照。木沢長政倒滅が終盤となっていた6月15日。数万の一行一騎軍によって、後位軍が背後から襲撃されたのである。後位軍は退散して、元町も堺の県本寺まで逃走した。一方、一騎軍に関連したのか、同月17日に、 畠山義隆は自害した。自力での後為軍排除を不可能と判断した、細川六郎や木沢長政たちは、かねてからの一向宗と北家衆の宗教対立を利用。山品本願寺から了承を得て、一気軍に支援を仰いだのである。この時の一気軍にとって、飯森山城の後為軍を追い散らすことよりも、一向宗にとっての物的倒滅が目的であった。すなわち、 一向胸に敵対する、北家州の被護者であった元町の倒滅である。畠山義隆はいわば、巻き添えを食ったようなものであった。同月20日、県本寺を取り囲んだ頃には一向一騎軍は、人数が増えており、元町は、足利義綱を逃がすのに、精一杯だった。主君から見限られた上に、勝ち戦を敗北に貶められた元町は、自害して果てた。 去年32、その自害の用途は、自身の腹をかっさばいただけで終わらず、腹から取り出した臓物を天井に投げつけるという壮絶さであった。こうして、最後を遂げた元町であるが、元町のこの長兄、十九、あたけ冬、安氏、東郷一存らはいずれも名称とされ、彼らによって、三氏は大きく飛躍、機内の実験を掌握するほどの最盛期を築くに、至った。 死後から二十年余り、長兄によって、堺には、元長の母体を弔う南州寺が建立された。小説、ありがとうございます。